はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は12月7日水曜日、明日ですね、が更新日になりますので、まあそちらのね、更新予想と、まあ注目ポイントということで、更新前のね、動画撮っていきたいなと思います。まあ明日はね、限定追加とかではなさそうな気がするので、 まあ、イベントを主にね、まあ、中心でお届けする形にはなると思うんですけれども、まあ、僕もね、ちょこちょこ動画とか、まあ、配信とかで言ってるんですが、12月ね、ちょっとね、更新が読みにくいところがね、まあ、カレンダー起こししてみるとね、わかるんですけど、まあ、あるというところで、まあ、しかも今回もまあ、そこでして、まあ、水曜日更新ってね、結構読みにくいんですよね、そもそもね。まあ、なぜかって言ったら、木金っていうね、この金曜日に結構更新が来るね、パターン多いんですけど、 ここまで2日しかないんですよね。ここまで例えば3日あった火曜日とかだったら、か、あ、水木金だなとかね。で、読みやすいんですが、この水曜日更新っていうのは結構ね、悩む。まあ、要は次の月曜日とかまで行くのか、もしくは1週間行くのか、まあ、それか2日短期日挟んで金曜日にまた更新が来るのかっていうね。まあ、結構多くのね、パターンがね、 まあ考えられる時期ではありますので、まあちょっとね予想する側としては、はい、ちょっと勘弁してほしいところなんですけれども。まあでもね、ここはね、しっかりとまあ読みまあちょっとね、でも読みやすいところもあるので、まあそういったところをね、メインに、まあちょっとお話をしていこうかなと思いますで。あとね、もう一つ、まあ後でちょっとね、もうちょっと詳しく触れていこうと思うんですが、まあ限定更新がないにしても、 まあ、カード追加とかがね、ちょっとある、ありそうなね、なんかね、そっちもスケジュールになってますので、まあ、そういったところも今回のタイミングで来るのかどうかとかね、まあ、そういったお話も一緒にしておきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということでね、早速じゃあ中身に入っていきたいんですが、え12月7日水曜日の更新注目ポイントということで、まあ、上げさせていただきたいと思います。えまず1、えここはイベントは何がどの期間で来るのかというところですね。はい。 で、二つ目、まあ、ここさっきも言いました、カード追加はあるのかどうか。で、三、えー、その他キャンペーン、まあ、その他ね、なんか、付随したイベントとかね、ま、キャンペーン等あるのかどうかというところがね、まあ、大体この三本柱に、まあ、今回の、えー、更新はね、なってくるんじゃないかなと思うので、ここをね、基礎にお話をしていきたいと思います。まあ、特に一番、二番はね、はい、特にま、一番になりますけど、まあ、そこはちょっとね、掘り下げてお話をしていこうかなと思います。はい、ということで、じゃあ早速一のね、 まあ、イベントについてのお話をね、させていただきたいと思うんですけれども、まあ、先ほどもね、ちょっとちらっと申し上げましたが、水曜日更新ね、ちょっと読みにくいんですよね。いろんな期間が考えられるし、というところでね、うん。まあ、限定追加とかがね、決まってれば、まあ、1週間だろうなとか予想が立てやすいんですが、まあ、そうと決まってるわけではないのでね、うん、まあ、そういったところも含めて、うん、ちょっとね、はい。 まあ読みにくくなってるんですが、おそらくまあ予想としては、えー、開催期間はまあ月曜日までの4日間じゃないかなと思いますね。まあ、4日間、5日間ですね。じゃないかなと思います。はい、ということで、えー、うん、何が来るってね、まあおそらくなんですけど、まあビクトリーロードじゃないかなと思います。まあこれ2連続、2ヶ月連続開催になるんですけれども、 はい。まあ、コインといえばっていうところで、まあ、一平君とビクロがね、結構基礎になってるんですが、一平君はね、来たばっかりなんで、それこそね。うん。まあ、ここはビクロのタイミングなのかなと思います。まあ、ビクトリーロードちなみにま、1ヶ月ね、おきに開催されてた時間とかも、まあ、結構去年とかはね、多かったので、まあ、そういった意味では別にイベント期間の、ええー、問題はないかなと思いますね。はい。 で、まあね、今、コインが開催されてますので、コイン期間中のビクトリーロード。で、プラス、まあね、この前は、ちなみにビクトリーロードは、えっ、ー、と、周回のね、周回した時に最後の試合が終わった時にもらえるね、チケットが倍にはなってたんですけれども、そうじゃなくて、ドロップが倍になってるとしたら、今回ね、このタイミング来たとして、ドロップが倍、ドロップチケットね、ドロップチケットが倍、 で、えー、コインがね、来るという、このタイミングは、ビクロの最高ポイント、ね、最高に周回するポイントなんで、まあ、もしこれが来た時は、結構ね、周回頑張った方がいいんじゃないかなと、個人的には思うので、まあ、タイミングとしてもね、結構、ま、あ来てほしいタイミングかなと、個人的には思います。まあ、特に、ま、今回ね、あの、トロランとかを走ってない人、うん、あんま、結構温存してる人もいるし、まあ、ね、僕、ね、昨日ね、見てましたけど、試合ね、まあ、本当に日本代表ね、惜しくてね、うーん、 うんなんかね、惜しかったし、あっけなくね、なんかうん、PK もね、ちょっと終わっちゃった感じがして、うーん、なんか何とも言えない感情になりましたけど。<laughs> うん本当にね、でも日本代表の頑張りのおかげでね、皆様場もね、ちょっともらったと思うんですよね。150、100、3ぐらいかな ?130 ぐらいかなうん。まあそういったのも、まあビクトリーロードにね、ぶつけるのもいいと思います。まあなので、はい。まあ、 ここはね、ビクトリーロードが、まあ、来るかどうかはね、実際に、ね、来てみないとわからないですけど、まあ僕の予想としてはね、ビクトリーロードでちょっと出しておきたいなと思います。で、まあ月曜までのちょっと、ちょっと長いビクトリーロードかな。まあ短期ではないビクトリーロードになると思うので、はい、ここもね、期間が結構あると予想できるので、まあ、ここもね、はい、やり込み時かなと思いますので、イベントね、頑張るぜの、僕をはじめ皆さん、しっかりとね、もし来たら頑張りましょう。とは言いつつね。<laughs> とは言いつ,つですよ、まあ、ただ気になる点が僕の中でも一つありましてですね。はい、まあ、今ね、あのーまあのまこの前ね、あのー、このね1週間前ですね、ちょうどね、まあ水曜日なんです先週の水曜日にね、あのー、ジョーカーが来まして、まあ、カウントアップガチャとか、まあ、ミキサー系のねガチャとかもいっぱい来てるんですけれども、まあ、このガチャのね期限がねちなみに9日金曜日までなんですよね。はいここがちょっと確かに気になる点でして、もしかしたらこもう1つのプランですよ。9日に、 えー、例えば、じゃあ、水曜日でイベント終わります。じゃあ、2日間、まあ、例えばユニコレとか挟んで、じゃあ、2日間、金曜日までします。で、金曜日にガチャ更新プラスイベント更新が来るってなったら、このタイミングは結構限定追加の可能性とかもあるし、まあ、もしくは、そのタイムスリップ系とか、まあ、さっきこの前言ってたあの、川崎対神戸のやつの関連とか、まあ、そういったものも考えられるので、まあ、正直で、ね、うん、まあ、この可能性もあるっちゃあるんですよね。ただ、保険は僕はかけたくないんで、まあ、一応言いますけど、 まあただ僕は、まあ、月曜日までビクロするんじゃないかなと思います。で、まあそこのね、点もね、まあちょっとね、その今後のね、お話とかにもなってくるんですけど、まあカレンダー見てもらったらね、わかるんですが、これ28が水曜日なんですよね。うん。で、例えば12まであったとします。で、えー、まあ正直な話。 うんまあ、どっかでね、もうね、どうせ多分もう一個短期ぐらい挟まないと調整できないような気もするんですが、まあここで2日間挟んでくる可能性は当然あります。で、9日からもしかしたら、まあ、キャンプとかが始まって、まあ12日にとかがあるんですけど、まあそのね、まあクラちゃんが始まるとかね、まあそういった可能性もね、ないとは言えないです。ただまあ、ここをまあそうですね、こうカレンダー見てもらうとわかるんですけど、28日を基準に考えるんだったら、19日もね、月曜日なんですよね、ちなみにね。 ということは、ま、19に一旦来ると考えて、まあ、月曜日来ると考えると、うん、9日からね、例えばね、始めたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんで、確かに、ちょうどいいですよね <laughs>。これね、僕もちょっと気になってるんですよ。正直、どっちで本命で出そうかね、迷ったとこあります。例えば9日までユニコレして、で、9日からキャンプ始まって、で、ね、月曜日からクラちゃん始まるみたいな、 で、19まで行って、19が更新日だから、で、19でね、あのー、限定追加来て、みたいな流れもね、当然ね、ないとは言えないと思うんですよね。うん。なので、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、ただ2日間ってなると、ユニコレの後に、でなると、ちょっと僕的にもちょっと悲しいんで、うん、悲しいというか、その、やっぱりユニコレしとった方が、 メリットが結構ユーザー側には僕はでかいと思ってるんで、まああくまでビクトリーロードで出しますけど、もう一つの可能性として言っとくんだったら、保険ですけど、ね、さっき言った通り金曜日までまユニコレとかで2日間潰し、で金曜日からね、で明日キャンプ告知とかが来て、でユニコレが始まる、で2日間来る、で、えキャンプが始まって月曜からクラチャンして19までちょうどね、1週間でクラちゃん潰して、で、って感じの可能性はね、 あるしなんなら今話しててそっちの方が可能性強いなと思うんですけど、うん、せっかくコイン絡んでるんでね。うん、まあ、クラチャンでもいいですよ。クラチャンでもいいんですけど、クラちゃんだったらた、あの、いいんです。ただ、クラチャンでもいいんですけど、まあ、ビクトリーロードして、パネスと備えたいなっていう、僕の希望です。<laughs> ってなると、じゃあ、例えばこれ、じゃ月曜日、じゃ月曜日まで19日まで行ったとしましょう。じゃあ19日からまたね、もし限定、まあ、ず追加来ると思うんですけど、 じゃあ来たら26まで、なんですよで26から28って2日間しか待たないんですよ。ってことは多分ビクロ来ないんで、まあそうなってくるとちょっと悲しいなと思って、まあここはちょっとビクロしてほしいなっていう、<laughs> 僕の希望です。まあなんなら2日間ビクロでもいいんですけど、2日間ビクロでもいいです。まあ明日ユリコレでもいいんですけど、ビクロしたいなっていうね、ここの気持ちだけ僕は伝えておきたいなと思います。ただもう一つそういった可能性もありますので、まあそこもね、一応ね、プラン B としてね、皆様頭に入れておくように、 しておいた方がいいのかなと思います。まあ明日ユニコレが来、まあ明日多分、ユニコレが来たらもうほぼ多分今の僕の言ってることで確定なような気がするんですが、まあ明日何が来るかというのはね、まあそういった意味で結構先のことまで読めてくるような明日更新になってくると思うんで、はい、まあ、明日のね、イベント何が来るかと、まあ期間ね、はい、それはすごく大事になってくるかなと思うので皆さんもね、ワクワクドキドキ待ちましょう。はい。 で、じゃあ次ね、イメートの話はちょっと終わりましたので、えー、カード追加のお話をちょっとね、させていただきたいと思うんですが、まあさっきも言いました通り、フォーカスド、まあフォーカスドプレイヤー第6弾と、今日本代表と、まあジョーカーが来てる状態ですがで、この最初の2つね、が12月19日までなんですよね、期限がね、ちょっと月曜日なんですけど、うん。で、ここで考えると、まあ追加の可能性がね、まあ限定がね、例えばもう1周増えて4種類にはなると、あんまりね、ごちゃごちゃすぎてちょっと考えにくいんですが、 まあただ通常通り行けば、ね、だいたい12月の、まあ、この、上旬過ぎ、上旬ぐらいか、まあ、まあ、中、まあ、上旬から中旬に向かうぐらいかな、うん、この10日前後ぐらいっていうのは、まあ、限定更新の通常であればタイミングなので、まあ、ここをわざとずらしてるっていうことは、まあ、何かしらね、追加をするためにずらしてるんじゃないかということもね、まあ、予想ができます。なので、まあ、まあ、ここも、まあね、さっきの、 お話のイベントの続きであるんですけど、まあ、これの追加の話なんですけど、まあ、追加が来るとしたら、まあ、金曜日かな、うん、金曜日か、まあ、もしくは来週の月曜日。まあ、でも来週の月曜日だとちょっと遅い気がするんですよね。1週間しかないんでね。まあ、来るタイミングとしたら、金曜日の,このガチャ更新がさっき言った通り、あり、9日にあると言ったんで、まあ、この9日を境目に何かしらが来る可能性はないとは言えないですね。なので、まあ、次、もしここ2日間刻んで来るんだったら、 ありえます。はい。ありえると思います。なんなら、さっきも言った通り、そのプラン B の話、あのー、まあ、ユニコールとかで2日間挟んできてとかそういう話をしたんですけど、まあ、そこだと、もしかしたら明日の、まあ、ね、更新とかで来て、じゃあ、キャンプが、ね、その、まあ、TS だったら TS とか、まあ、そういうね、あの他のやつだったら他のやつとか、まあ、そういったのが特攻になるっていう形も、まあ、考えられなくはないので、 まあ明日全くないとは言えないんですけど、まあ金曜日のが可能性としてはちょっと強いのかなと思いますね。はい。というところまでちょっと申し上げておきたいなと思います。まあ、要は金曜日、例えばまあプラン B だったとして、じゃあユニコレで2日間潰して、じゃあ金曜日からキャンプしますよ、でね、クラちゃん入りますよ、月曜日からみたいな話になってくると、その金曜日のタイミングで限定追加が来て、それがキャンプの特攻とかね。 まあ結構最近ね、タイムスリップとかがそういった感じで出てきてる傾向にもありますので、まあそういった感じで、まあ、こことよりも、まあ水曜日というよりも、まあ金曜日にもしなんかあるんだったら、はい、金曜日にもしかしたら追加の可能性がね、あるんじゃないかなと思います。はい。ってな感じですかね。うん。で、あとその他、えー、キャンペーン等について、まあなんかあるとしたらそろそろまあリミテッドマッチの告知とかがあってもいいんじゃないかなと思うぐらいの時期にはなってきたので、まあそれがあるかなぐらいですかね。 あとはまあ特になさそうですかね。ここ水曜日というよりも金曜日とかまあ来週の月曜日とかまあどっちが更新にまたなってくるかわかんないですがそこあたりの方がまだちょっと可能性はあるのかなと個人的には思いますね。まあ特にまあ金曜日月曜日というのは月始め、まあ、週始めと、ね、週の終わりの平日なんでまあそこらあたりで何かしら、まあ、来る可能性はあるのかもしれないんでまあ次のね更新の方が正直まだちょっと期待できるのかなと思います。 はい。ということで、今回ね、いろんな話をちょっとさせていただいたんですが、今回ね、まあ、要は、キーとしては、まあ、月曜、まあね、月曜日までのちょっと長いイベントが来るのか、まあ、要は、金曜日までの短期挟んで、そこからキャンプクラちゃんとか、そういう流れになっていくのか、っていうところがね、ちょっとね、分かれ目じゃないかなと思います。まあ、どっちも可能性としては正直、ま五、あ、分五分ぐらいだと思うんですけど、うん。 まあ、さっきも言いました通り、僕はビクロがしたいんで、はい、ビクロを押すという形をちょっと選んだんですけれども、まあ正直どっちでも考えられるので、まあどっちでも来てもいいように皆さんね、ご準備だけはしておくようにしましょう。ということで、はい、今回のね、12月7日、明日のね、水曜日の更新予想と注目ポイントを申し上げていきました。まあ、よかったらね、参考にしていただければと思いますし、またね、こういった更新前の動画を作っていきたいと思いますので、今後もね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、じゃあ明日の更新をね、皆さん、 午後の3時ですね。楽しみに待ちましょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。